リーセちゃん。あれ？おや、やっぱり来ましたね。あなた、確か。今度は藤川リセを怪獣ですか？なんかさ、意味ありげな発言ばっかりするんだよな。まさかこの子も仲間になるってことないよね。たく、店員の方もつけてうんなってん。あれ？こいつ、確か幹事の時の。あれ以来になりますか。そういえば、まだ名乗っていませんでしたね。僕は白金直人。例の連続殺人について調べています。かっこいい名前してんな。直人くんか。一つ意見を聞かせてください。被害者の諸岡金四郎さん。皆さんの通う学校の先生ですよね。わ、諸金の名前ってこんな感じだったんだ。それが何？第二の被害者と同じ学校の人間。世間じゃもっぱらそればかりですが、そこは重要じゃない。もっと重要な点がおかしいんですよ。この人、テレビ報道された人じゃないんです。疑われてる？もしかして。どういうことでしょうね。さあ、どういうことだろうね。私たちには全くわかりませんよ。知るかよ、そんなこと。これよく漫画とかアニメとかによくあるさ、近場の人が黒幕伝説ってことあるのかな。もしかして直人くんが真の犯人だったりする？まあいいです。ちょっと出会う人どんどんさ。とにかく僕は事件を一刻も早く解決したい。まあそう言っておきながらさ、知らないうちにマインドコントロールとかされてんじゃないの？初めて会う人どんどん怪しく思うんだけど。皆さんのこと注目していますよ。それじゃいずれまた。今のところ怪しくないのはさ、ナナコちゃんとこのみんななんだけど。おっちゃんさえも怪しいと思っちゃうもん。なんか何でも見透かされてる感じ。っていうか、テレビのこと気づいてたし。あ、リセちゃん。あ、いらっしゃい。かわいいね、私服。リセちゃん。体、もう大丈夫なの？そっか、よかった。それを確かめに来たの？まあね。そうだ、今少し時間いい？話さなきゃって思ってた。来て、お店番今日はおばあちゃんだから。え、あ、うん。なんて読むんだっけ。タツ姫神社。わかんないわ。なんだっけ、たつき神社境内。まあ神社の境内ということで、キツネちゃんがよくいるところだね。うん、家にいたことは覚えてるんだけど、気がついたらもう向こうの世界だった。またしても犯人については手がかりなしか。さっき白金って妙なやつに会ったんだけど。ああ、何度も来てるの。事件のこといろいろ聞かれた。でも向こうの世界のことは話してない。無駄だと思ったし。でも後々仲間になってくれると嬉しいな。釘宮さんとパクさん。あなたたちのことも聞かれたけど、適当に言っといた。ジュネスの屋上で気を失ってたところを助けてもらったとかね。ありがとう、リセちゃん。まあ他に言い方もないよな。あの、その、お、
どうしたん？あの、助けてもらっちゃってありがとね。嬉しかった。これがリセちゃんの本性なのかな。釘宮さんだからすごい可愛いんだけど。あ、いいってそんなの。だってまだ高校1年生だっけ。確か1年だと15、16の年か。やば、かわいい。ああ、今やっと本物って実感した。確かにリセチーだ。その、最近の私、疲れてて少し暗かったから嫌かなと思って。喋り方、変？全然変じゃないよ。人間ってさ、やっぱり疲れちゃうもんね。ああ、でも世間的には今の感じの方が私の普通なのかな。ごめんなさい、私どの辺が痔だか自分でもよく分かんなくなってて。大丈夫だよ、そういう人たくさんいるから。そんな謝ること？いいじゃん、その時々で。無理に決めなくても誰だっていろんな顔があると思う。そう、私にも裏表はある。私の裏なんてひどい言葉言ってるもん。ユキコが言うと説得力あるわ。え？そう？ありがとう。よかった、最初に知り合ったのが先輩たちで。あ、そうだ、あれ渡さなきゃ、クマメガネ。あ、渡さなきゃっていうか、リズちゃんが仲間になってくれた時のためのメガネをクマちゃんから預かっている。だが、なんて言って渡そう。先輩、私がいないと困る？そうね、クマちゃんは戦う気満々だから、リセちゃんがいないとちょっと困るな。私、あの世界でみんなを助けられるんでしょ？あの力で。なら、私が仲間になった方がいいでしょ？メガネを渡した。それ、一応仲間の証っていうか。そっか、先輩たち、向こうでかけてたよね、メガネ。ありがとう、先輩。これで仲間だよね。リセちゃんが仲間に加わった。この事件の真相解明のために心強い戦力になってくれそうだ。ここでも上がるか。ランク6に上がりました。私、明日から八十神高校に通うの。同じ学校。もうそうなんだ。あー、じゃあもろきん。すごいがっかりしてるだろうな。天国にいるのかな。確かもろきんリセちゃんファンだよね、あんな顔して。でも私、まだ友達いないから仲良くしてよ。仲良くする。あの、一個下にね、カンチ君がいるから、カンチ君と仲良くするといいよ。同じ仲間だし。だし、よろしく。こちらこそよろしく、先輩。うわ、なんかすごい小悪魔な感じがするな。けど、こんな時期に転入って大変だな。そうだ、明日からってさ、期末テスト前に入学大丈夫？リセちゃん、まあ、芸能人って頭がいいっていうのが、いやー、どうなんだろう。でも確かに、あー、いやー、やっぱ無理だ、わからない。事件とかモロキンとか、それにテストもすぐだし。はー、テストな、自分で言ってへこんだぜ。中止になったりしねえかな。そうだよ、それ希望。一応勉強してるけど、モロキンがいなくなったということでテスト中止っていうことにあってほしいんだけど。やるんじゃない、テストだけはさ。大変って、こ
怪物相手に死にかけたことに比べたらそんなの。さてと、なら事件のことは明日改めて特捜本部で相談だな。うーす、調子どうすか？遅いよ、いつまで食べてたのアイス。てかクマのやつ、ホームランバー5本も食いやがって。クマちゃん大丈夫かなお腹。ま、俺はその前のも入れると6本だから勝ったけどな。あんた計11本も食べたっていうの？誰も聞いてねえよ。っていうか話終わったから行きましょう先輩。うわ、お前なんか前とキャラ変わってねえか。完全に小悪魔モードだリセちゃん。あなたも先輩たちと同じ八高生？明日から私もだからよろしくね。ああ、ああ、そうすか。ああ、と学年はで、クマはどうした？クマは話聞いてあげなよ。向こうで5本目食ってるっすよ。でもあいつどうすんすかこれから。仕方ねえ、俺が連れて帰るか。またテレビか。こんばんは、ニュースアイです。まずはヘッドラインから。稲葉市で起きていた連続殺人事件、ついに3人目の犠牲者です。もう犠牲者の写真がモロキンだっていうのがすごいわかるわ。2件目から3ヶ月が過ぎ、収束との見方もあっただけに地元は衝撃を受けています。殺されたのは地元高校の教師で、遺体の状況が前2件と酷似しており、やはり本当に被害に遭ったそうだ。どうしたの？いや、この人ね、担任の先生なんだよ。お兄ちゃんの知ってる人？死んじゃったの？そうね。自分がついてるよ。七子ちゃんは絶対守ってあげる。お、太っ腹。太っ腹だと何か、なんかいいことが起こるんじゃなかったっけ？平気だよ。小西咲さんの事件から2件続けて同じ学校の関係者が被害に遭ったことになります。被害者の諸岡さんは厳しい指導方針で知られ、たびたび生徒との摩擦を抱えていたということです。警察では今回の事件が犯人特定への大きな手がかりになるとみて、明日から大規模な捜査を行うことにしています。では現場から中継でお伝えします。ニュースはいつになく盛り上がっている。お父さん今日も帰んないね。まあ殺人事件が起きたら警察の人も帰るのちょっと難しいよね。また手品でもやってみようか。右手の指が。それ手品っていう？あれ？もう一回やって！もう一回！もうこの純粋さを守りたい。今度は左手の指が。はい、動いた。ねえ、どうやんの？どうやんの？ななこちゃん元気になってよかった。ななこちゃんを寝かせ、自分も寝ることにした。今日は勉強はやめておこう。あら、マーガレットお姉様とイゴールさん。ようこそ。
ずいぶんと久しいですな。まあ私はつい先日会いましたよ。ペルソナをちょっと合体させたり。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。夢でこれ見るってすごいね。私は見たことないや。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。いかがでございましょう。謎の解決に徐々に近づいておられますかな。ところがどっこい遠ざかってるんですよ。なるほど。しかしまだ残された時間は長い。ご自分の歩幅で歩まれるがよろしいでしょう。時間とか決まってたっけ。季節は移ろい、それでもなおお客様は未だ未来を閉ざされることなくいらっしゃる。道はいずれ開けてゆくことでしょう。実は今宵を呼び立てしましたのは、それに向け新たな力添えをさせていただくためでございます。何、さらに新しいこと。ペルソナの合体、使いこなしていらっしゃいますかな。使いこなせてますよ。レベルアップにちょっと苦労していますが。私が力添えをいたしますのは新たなる上位の合体、四神以上のペルソナ合体についてでございます。もうさ、レベル上げなきゃもう無理な世界じゃん。あなたならば必ずやより良い力とすることがおできになりましょう。新たな種類の合体が可能になった。さて、道のりもやがて佳境。もう佳境って言ってんじゃん。自分のさ速度で大丈夫って言っておけながら佳境って言ってんじゃん。しかしそれゆえに予想だにせぬことがいくつも待ち構えておりましょう。面白くなってまいりますな。まあ確かにペルソナ面白いですけど。では再びお目にかかります時までごきげんよう。あっちいな、今日も。よう。おはよう。実感湧かないぜ、担任が殺されたなんてさ。昨日あんまり眠れなかったよ。私なんて夢見ちゃったよ。大丈夫。まあこれでへこんじまったら犯人捕まえられねえもんな。ってことは担任が新しくなんのか。副担任とかさ、いないのかな。モロキンより濃いやつなんて、そういるわけないか。だといいね。今度ゆるい先生とか来んのかな。ざわついちゃってるよ。あ、モロキンの話ってマジ。テレビでやってたし間違いないっしょ。あの丸ボタンを押さしてくれ。勝手に進まないでくれ。おはよう。あなた誰ですか。今日からあなたたちの担任になった柏木のり子です。脱中のポーズをするな。いや、この人が担任。私ちょっと無理だわ。ごめんね柏木先生。下の名前は、あ、のり子さん。知ってると思うけど、諸岡先生が亡くなられたので私が代わりにあなたたちのお相手をすることになったわけ。はーい、じゃあまず諸岡先生に黙祷を捧げます。この喋り方さ、マーガレットお姉様と同じ方じゃないよね。そう信じたいです、私ちょっと。はい、じゃあ目を閉じて。そういえば黙祷とかやったな、修学旅行の時。あ、修学旅行じゃないな、夏季学校だ。
中学の夏季学校の時に食事前とかに黙祷とかやったわ。はい、もういいわよ。軽いなこの先生、本当に。私が軽い、ゆるい先生がいいなと思ったからまずかったのかな。諸岡先生に恥ずかしくないよう張り切っていくわ。来週の定期試験もちゃんとあります。あるのか。うわ、今調べたんですけど、やっぱりマーガレットお姉様と同じ方だ。アニメ版は違うんですけども、でもそう考えると大原さんすごいな。クールな女性とこういう脱中の先生をやるとは。やっぱ声優さんすごいな。てかおい、知らない、今まで気がつかなかったけど、教卓に足を組んで座るなや。こういう時こそスケジュール通りに仕切らないとね、のりちゃんって校長がね。校長大丈夫か、この学校の。あなたたちも大変よね。これさ、同性にすごい嫌われる人でしょ。私だって嫌いだわ、こんな人が世の中にいたら。でも大人になってくってそういうことよ。でも大原さんだからこのキャラも好きになろうと努力してるけど、でもやっぱりこの先生のキャラは苦手だわ。果てしなくうぜ。同じ。モロキンから柏木ってどんな濃い味のコンボだよ。うわ、異性にまで嫌われてるか。それと一応言っとくけど。何ですか、年齢なんて興味ありませんよ。一年に例のアイドル久慈川さんだっけ入ったけど。あ、本当に入ったんだ。まださ、2学期からでいいのに。テレビで見るのと全然違うから、がっかりしないようにね。はい、もうこの先生嫌いです。リセちゃんの悪口言う人大嫌いです。なーにがアイドルねえ、ただの尻の青いガキじゃないの。人の悪口言う女は嫌いです。ただのひがみですか、あなた。でもこうやって言うと柏木先生ファンの人に怒られるので、もうこれ以上言いません。なんだよあいつ、対抗意識ってこと。どう考えてもリセチーの勝ちだろ。てか柏木、地味に40過ぎって噂本当か。あ、その噂本当なんだろうね。リセチーの入学、モロキン生きてたら結構喜んだかもな。この間本屋でリセの写真集買ってんの見たやついるって話だし。私も聞いたその話。微妙にムッツリっぽいなそれ。けどムカつくやつだったけど、殺されたって思うと結構かわいそうかな。そうだよね。いざいなくなるって考えると思うと寂しいもんだよね。あ、そういやさ、知ってる？リセチーのストリップ番組の話。やめろ。あ、ストリップ？んなの出たらマスコミ大騒ぎだろ。マジなんだって。けど結局脱ぐ前に電波変になって見れなくなってさ。ほら、噂の真夜中テレビだよ。お前バカじゃね？あんなん信じてんの？どうせ寝ぼけてただけだって。真夜中テレビ広まってきてるね。早い話、その噂なくさないとね。人の噂も115日だっけ？解決しないとな。約3ヶ月か4ヶ月で消えるって言うけど、その間に消せってことなのかな。とにかく今日は集まろうぜ。放課後開けとけよ。もうみんな揃ってる。来週も期末か。赤、久々に来るなこれ。じゃあ一緒に勉強しようよ。しょっちゅうだろ。
うっさいな。花村に見せたことないっしょ。けど知恵は赤の科目以外はいつも平均点以上だよね。そこフォローになってないから。メリハリよメリハリ。リセちゃんまで。でもあったな学校の頃。違うの、ごめんなさい。平均点以上取っとけばまあギリギリ安心してもいいかなっていうのが。私新しい学校でもどうせ当分は友達うまくできないって思ってたから。きっかけが事件なんかじゃなきゃもっと良かったんだけどね。てかそう、事件の話だけど、今回のモロキンの件どう思う？夜中の番組に全然映んなかっただろ。もしテレビの中に入っとならクマが分かるはずだよ。前より鼻効かなくなってきてるけど、それくらいは間違えないクマよ。けど死体見つかったのまた霧の日だったんでしょ。それも偶然ってことじゃないのかな。今までの事件に真似て他の犯人がやったっていうこととか。現場の様子も山の姉や小西先輩と同じだったってニュースで言ってたし。犯人の動機本当何なのかな。どうして諸岡先生が狙われたんだろう。恨みってんなら諸金恨んでるやつなんざ数えきれねえ。でも確かテレビで話題になった人が狙われるんじゃなかった？テレビ見て狙い決めてるなら被害者と面識ない犯人ってイメージだけど、そういうタイプは動機なんて考えても意味なさそう。会ったこともないのに意味わかんない理由で恨んでくる人世の中にはいっぱいいるし。ああ、リセちゃんが言うとそういうのリアルだね。確かに、なんかちょっと怖いかも。けどモロキンの場合真夜中テレビだけじゃなくて普通のテレビにも出てなかったしな。まあ全然わからん。しかしうちの高校から続けて二人か。偵察うちの人間に目星つけて目光らしてんだろうな。俺白状するとさ、正直心のどこかでモロキンのやつが犯人かもって思ってたことはあんだ。ああ確かに私もそれちょっと思ってたところがある。うちから二人目って言うけど実際はもっとだろ。それにあいつ死んで当然とか何度も言ってたことあったしな。小西先輩のこともあるもんね。けど疑って悪かったなって、ムカつくやつだったけど、こんな死に方ありえないだろ。モロキンだけじゃねえ、かわいそうっつうかなんつうか、とにかく犯人許せねえよ。モロキンのためにも私たちにできることをやるしかないよ。こうなるとうちの学校になんか関係あるってのが今んとこ有力でしょ。なら私たちで手分けして。その必要はありません。また君かい。おめえ、諸岡さんについての調査はもう必要ありません。なんでよ。容疑者が固まったようです。ここからは警察に任せるべきでしょう。容疑者って一体誰よ。なんでんなことを。お前が。僕が県警本部の要請で来ている特別捜査協力員の探偵だからです。おっちゃんが言ってたのって直人くんのことか。なんだそりゃ。容疑者固まったって誰なの。僕も名前は教えてもらっていません。容疑者高校生の少年ですから。どういうことそれって。メディアにはまだ伏せられていますが、皆さんの学校の生徒じゃないようです。ただ今回の容疑者手配にはよほど確信があるみたいですね。今までの事件と問題の少年との関連が周囲の証言ではっきりしているそうです。
逮捕は時間の問題かもしれません。私今ふっと思ったんだけどさ、この学校じゃない少年ってことはさ、顔グラがあったユキコちゃんのストーカーのあのマネキンじゃないの？それ以外さ考えつかないんだけど。それとも新たなグラフィックありの人？無事解決となればまたここも元通りひなびた田舎町に戻りますね。ひなびたは余計だ。容疑者は高校生？そうか。でお前は何しに来たんだ？伏せられてるんだろ？なんでわざわざ知らせに来た？皆さんの遊びも間もなく終わりになるかもしれない。直人君一体どこまで知ってんの？それだけは伝えておいた方がいいと思ったので。遊びのつもりはないけど。関わったことは否定しないんですか？ああもう否定しませんよ。まあいいでしょう。僕もこれ以上どうこう言う気はありません。遊び？遊びはそっちじゃないの？探偵だかなんだか知らないけど、あなたはただ謎を解いてるだけでしょ。私たちの何を分かってるの？そっちの方が全然遊びよ。こっちは大事な人殺されてんだ、遊びでできるかよ。それに約束もしてるしな。ゆうすけ。遊びか。突然来るさ名言的な発言はさちょっとずるいな。確かにそうかもしれませんね。な、何よ、急に物分かりいいじゃん。そっか、容疑者固まったのになんでこんなとこブラブラしてんだと思ったら、容疑者分かったらお払い箱なのか。で、寂しくて来てみたとか？探偵はもともと逮捕には関わりませんよ。それに、事件に対して特別な感情もありません。コナン君もそうだよね、逮捕までは関わったことないか。ただ？必要な時にしか興味を持たれないというのは確かに寂しいことですね。確かに。もう慣れましたけど。謎の多い事件でしたが、意外とあっけない幕切れでしたね。じゃ、もう行きます。何なの？言いたいことだけ言って。容疑者上がったって本当にこのまま解決なのかな？さあな。今日は解散しましょう。ただいま。おかえり。ただいま。それでは今日はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。